ひよこコレクション TV。 皆様、ひよこです。明治神宮の後編、どうぞご覧くださいませ。こちらの明治神宮の参道に展示されている樽はコモダールと呼ばれるものです。その数なんと216個です。向かい側には対照的なシックな色合いのワイン樽が飾られています。こちらはフランスブルゴーニュの生産者から奉納されたものになります。明治天皇がワイン好きだったというのが背景にあるようです。こうして歩いているだけでも自然豊かな環境に、なんだか心が浄化されるような、そんな気分になりました。明治神宮の菊花店は1926年、大正15年にスタートしています。手間暇かけて育てられた菊は一級品のアートを思わせる、とっても素晴らしい美しさです。私にとって明治神宮は思い出深い場所の一つです。今日こうして参拝できたこと、とても嬉しく思いました。神聖な気持ちになり、日々の平穏への祈りと感謝を込めてお参りいたしました。他のおみくじと違い、人生の指針となる教訓が込められていました。終えましたので、だからこっち帰ろうかなと思います。綺麗な夕日で、なんかすごい清々しい気持ちですね。よかった。またこちらに来た時は寄りたいなと思います。今日もご視聴くださいましてありがとうございました。こんな感じでお送りいたしました。次回の動画まで皆様ごきげんよう。またね。